ーの信ですエよろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、新新庄後期第1話、最初は行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。ついにラスボスとの大バトルでしたね。そうでしたね。はい。いや、やっぱり戦ってましたね。戦ってましたね。はい。はい。9分。 まあそんな永瀬さんにねみんなが集まってくるところがあれいいシーンでしたね。あれいいよかった。すごく。ねなんか力強い一人一人が集まってくるのがんかこう勇気を持つというかなんかこう団結するというか一つまとまるかいい交流になってましたね。いやっぱんかいやああいうシーン好きですよね。んかタイマーつ持ってきてうおーって集まってくるんか走るというか肉体的なね。 動きのあるシーンというかすごくいいところですよね。うん、はい。はい。で、次が24分。はい、うん。ここもよかったですよね。みんなで月が出てたの踊るところ。うん、<laughs> あれ、いいですね。そう。うんなんかきな、ね、なんかあのー、わか、うんないよ。わかんないけど、ね、全員で非常に良いチームワークなんだなって、なんか、ねうん、そうですよね。うん、なんか、そう、なんかこう。 特殊なんですよね、若い俳優さんだけじゃなくて、結構ね、なんかこう、中堅というかね、うん、ね、いろんな俳優さんも混じって、でも、あの15歳を演じてるっていう、うん、<laughs> 酒じゃない酒とね、あの入れ替えたら水を飲んで酔っ払っているっていう。なんかああいう、でもね、みんなでわちゃわちゃするところに、なんかこう、あれが出るよね、キャラクターだったり、うん、あの人の素だったりさ。うん そうなんかそういうのが見えて、あでそれが見えてなお、なああやっていい雰囲気を作ってるっていうのは、いいチームワークというか、うんね、だったんだなって思うので、うんうん、良い演技でしたね,ね。いいシーンだったですね。はいで、30分。はい、えー、小沢さんと永瀬さんのところなんですけど、うん、あ刺されてからのところですね。ううんうんま、うんうん、まあね今までの、うん ね、関係がありね。うん、で、まあ、もうすぐ死ぬかもしれないっていうのが、うん、あり、非常に響いている素晴らしい交流ですよね、うん。そうですね。よかったです、ね。で、それがまあ、次につながっていくっていうところですね。うん、そのアクションが次につながっていく、次につながっていくっていうところですね。はい。はい。で、ラスト41分、うんで。これはね、よかったですね。永瀬さんの生まれてきた意味が分かったよ、見つけたよっていうところがあるんですけれども。うん やっぱなんかこう基本はさやっぱ優しいんだろうね。うんうん、柔らかいというか。なんかすごく繊細な当たり方をしているんですよね、うん。非常に素晴らしい楽器をお持ちの俳優さん,んですよね、うんあ。素晴らしかったですね。良い演技だったし、なんか一貫してた感じはすごくしますよね,、うんねそう。確かに。優しさ、繊細さみたいなところがちょっと見えるっていうのは、うん、そうでしたね。うんうんうん でね、はい、8年間、浪人し続けてるんですね。<laughs> <laughs> いや、そうですね。いや、いい8年はさすがにいいですね。でもまあ、みんな生きててよかったね。いや、素晴らしいですね。あね、終わらない日常を過ごしてるんでしょうね、あねいや、そうだね。みやびちゃんが先生になって帰ってきても、まだね。 <laughs> <laughs> 誰も卒業しなかった<も>社会に出なかったっていうね,そうですねいや社会に出ろよって、ね、ちょっとさすがにね <laughs> お前たちって,言って、ね、いや面白かったですねでもねいやでもさほん本当に社会に出たらさ、うん、それなりだろうなだっていやそうでしょうねだって戦国武将のいろんなこと分かってるやつだ, <laughs> だからもう天下統一するだろうないやそうでしょうねああ 商売のバーに出たりね。ねうん。<ー>したらね。<laughs> い,やーいや、いやなかなかかなりファンキーなドラマでしたね。ファンキー、ーファンキー。そう。でもなんかこう若い人だけじゃない、そしさっきも言ったけどね。うん。意外とベテランも出てこう、そういう、ね。うん 面白いだろうな、いいうこれな。いや、面白いでしょうね。あ<ー>30超えてから着る学生服は、なかなかね、ちょっと大津なところありますよね。いや、いやそうだよね。しかもなんかこう遊びが多いよね。ねなんか好きにやっていいよ、みたいなところが多そうな。うん、<ー>そうですね。またそこはちょっと面白い,面白いところですよね。<ー>うん。<laughs> はい。というわけで、新、新庄後期の第10話、最初はでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 はい。この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います、えー。お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。